アンチャーテッド、砂漠に眠るアトランティス、続きをやっていきます。おい、ゴンザブロー、温めてやるぞ。おい、これでどうすんだっけ？こっちに行くんだっけ？これなの？これなの？フランスにもあった。すごい。ああ、すごいな。開けよう。これだ。ほら、言っただろ？残り半分は。そう、それか。ああ、タルボットが。え？やつにシャトーで奇襲されたとき、奪われたんだ。俺たちは何のために？待って。信じてくれよ。ここだ。ほら、わかるか？これで碑文を完成させると。イエメンのどこかがわかる。どうもありがとう。すごいじゃない。ああ、そうだな。これは俺が持っているよ。よし、とにかくここでよ。ちくしょう。他の出口があることを祈りましょう。ちくしょうだな、これ。っていうか、カーターにあれ半分渡して大丈夫かな。風が吹いてる？なんだその風が吹いてくる。ここか。おい、ここかっていうことは外とつながってる。わずかな風を感じる。風が吹いている。肩、おお、いその先に、その先になんかハンター、その先にハンター、ハンターちょっと行かせ、あれ？ハンター。詰めちゃった。かわいそう、かわいそう。ちょっとかわいそう。ちょっと、これは狙われるんじゃないか。これ大丈夫？そんな堂々と言って、みんな。あ、動けるんか。え？ちょっとそれよりも、ハンター。壁の向こうに、ハンター大丈夫？あ、メガネがキラキラしてて、君の最後は俺が見届けてやったぜ。いいか？なんかちょうだいってやってない？これ。なんかちょうだいってやってる。うん、わかった。ごめん。その3人、これどういう状態で、こう、どういう向きなの？みんな。どういう感情で、どういうことを今考えてる？みんな、それぞれが。これ絶対ちょっと出たら戦闘でしょ、これ。これ絶対に。いないの？でも。いない？いるよね。いないの？ほんと？いや、いるな。多分いる。どっちに行くんだ、これ。ああ、でしょうね。でしょうね。え？武器を捨てろ。やだね。そっちがな。君たちには感心する。人数は互角。だが私には頼れる助っ人がいる。どこにいるんだよ。あ、勝った？カット。お前どうした？状況が変わったようだ。さあどうするかね。このクソ野郎。カッター撃て。ダメよ。待て。分かった、言う通りにする。そう、それでいい。さあ撃て。やれ、勝った。喜んで行け。トロへ向かうんだ。なんだって、ちょ、カッターが一番かっこいいまである。ちょっと音量が大きいから、ちょっと、あ、ポインコがちょっと待って、これこうやって、こうやって逃げんだよね。あ、痛い。ちょ、待って、みんなどこ行った。こっち行った。痛い。カッターが一番かっこいいんだけど。ちょ、上に行くの？上に行って大丈夫これ？ほう、そっちに行けと。カッター、死ぬなよ、カッター、マジで。おめえ、カッター、絶対無理だ。じゃあどうするのよ。おい、カッター。何なんだよ。残念だったな、ここまでとは。ブツを渡せ。じゃけんな。ただ、やめたくないと。こ
んなことになるなんて。ああ、勝った。お前には期待していたのに。よく言うぜ。本当よ。早く済ませましょう。お前は有能だった。それが、まあ、先はどうなるかわからないってことね。お前は私を裏切って、そして今気がつけばこんなことに。最初からこれが運命だったかのようにね。カッタ、やめろ。チキシュ、チキシュ、やめろ。急げ、行くぞ。カッタ、くそ、だよ。動くな、動くなって。俺の足が、おい、触るな。折れてる。分かってる。ねえ、待って。無理したらダメよ。そのまま。ネイト、これ見て。おい、何なんだよ。こっちだ。オッケー、こっから早く逃げないと。銃を置いてけ。やつらぶっ殺してやる。ダメだ、一緒に逃げるんだ。そら、誰。そら、任せ。よし、いいか。ネイト、援護して。わかった。行くぞ。どういうことだよ一体。俺は確実に撃ったぞ。気色悪い女男みたいなチョッキを見ただろう。ちょっと、銃は銃は銃ないよ、銃ないよ、ないよ、ないよ、ない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 、銃ない、ない、銃ないということは、ないということはだ、ないということは、ないということは、こういうことか、こういうことか、こういうことか。で、奪う前にちょっと、お前、なんだよお前、ちょっとお前、あー、爆発、ちょっと、あー、死んじゃう、バイ、ちょ、くるミラクル。はい、ちょっと隠れます。あ、これまずい、当たってる。あ、やばい、あの人いる。あの武器持ってる人、武器持ってるっていうか、なんていうか、あ、いや、はいはい、ごめん、あー、ちょっとダメだ、まずい、告知もまずい、ちょっと待って、こうして、あ、なんか音楽盛り上がってる。あ、この人はこうしないと、ちょ待って、この人さ、ちょ待って、手榴弾投げれないの、なんでよし、これもらいたい、これ欲しい、これ、よし、強いぞ。あ、手榴弾持ってなかったのか。どういう感じで投げるこれ。ん、向きがよくわからん。こうか、こう。あそこにこれをポイ。あ、こっちはこっちで。でも大丈夫、これがあるから。シールドがあるから。よし、一人やった。当たってるだろ、これ。よし、これがあればもう無敵。もう無敵。半分無敵。これがあれば半分無敵。はい、あっちもいるね。はい。これがあれば無敵ですよ、僕は。こっちの人でやるか、先に。あれ、動く、あいつ動く。当たってるよね、当たってないのこれ。めえ。気をつけてる。気をつけてはいる。あ、ここはまずい。あー、ちょっと、ちょ。痛い。あれ、シールドどうした。なんかシールド構えれなくなってる。あ、いて、シールド剥がれた。シールドぶっかれました。シールドに頼りすぎた。ここダメなの？当たんないか。あ、またあの人いる。またシールドの人いる。ちょっと待って。あれはないの？手榴弾ないの？もう誰か持ってないの？ね、手榴弾。持ってないか。あの人。うわ、ちょっと待って。グレネードランチャー的なものをぶっ放すやつが。いるぞ、小ずるいやつがいるぞ。ちょっとお前、ちょっとお前ちょっと後ろからやんないとダメじゃない。この人どこにいる。痛い、お前痛い、ダメ。お、かっこいいの出た。よし、シールド、ちゃ、シールド、よし、あいつ、よし、
当たってるだろ。よし当たったらしい。よしよしわーと思えたらだな。あ、これそういうことか。これ片手じゃないとダメみたい。 なんでこれシールド外しちゃうの。これ背負っちゃうんだよな。背負っちゃう。これ背負っちゃうのどうやったら、だったらいける。あ、こうかこうかこうか。よしよしよし。あ、武器の一つなんだこれ。あ、来るな。手榴弾来る。手榴弾来るけどこれはあるから大丈夫。そういうことね。理解した理解した理解した。これも武器の一種なんだ。だから1個しか持てないのか。やっと理解した。じゃあもうそんなものはいらない。いるか。どうだ、いらないか。あ、まあいるね。あそこにいるね。あ、いたよね今ね。あ、いたよね。おい、あ、どうした。あ、いいねいいね。いるやんまだ。小ずるい、小ずるいやついる。小ずるいおじさん、小ずるい妖怪、小ずるいじじい、妖怪小ずるいじじい。やったか。まだまだ生きてる。まだ元気。まだ健やか。あの人まだ健やか。健やか。ああ健やかな人がなんか投げてきた。行くぞ。もういいべ。もういいべ行って。どっち進む。こっち上から。違うよね。こっちから来たんだよね。こっちから来たんだ。だからこっちに行くんだ。俺はリロードするんだ。で、あ、ちょっと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 。いた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 。ここにいた。こんなところに。お前ずるいぞ。よしよし。ああ、ああ、ああ、お前ら。あ、この人強い人。お、ひるんだひるんだひるんだ。そう、近い。お前近い。こっちだって格闘はもうやり慣れてきたんだ。あ、そういうことする。痛い痛い。もうダメ。もう至近距離で、あ、痛い。くらったくらった。至近距離でお前、あ、よし、お前の頭を。お前妖怪ハゲてるです。ハゲてるですじゃん。もう妖怪ハゲてるです。すごい。ぶっぱねすぎぶっぱねすぎ。急がないと急がないと。そんなこと言われてもな。拾っとくか。こっちにして、いや、こっちにしよう。よし、いけるか。シールドはもういいか。手を貸して。はい、手を貸します。手を貸しました。いいわ、急いで。大丈夫、足折れてるんでしょ。ごめんね、勝った。ごめんね、もう足が折れてるだけぐらいでよかったわ。勝った。なんかもう死にますぐらい歌ってたからさ。お、いい眺めのとこ来たよ。みんなちょっと一旦、何、危ない危ない。何が危ない。どこがどう危ない。ん、くるく、どこにいる。あ、シールだ、シールだ、いた。妖怪シールだ。あれ絶対無理。絶対無理か。じゃあもう絶対無理ならもうこれはこうして、こうしてこう。ぽい、ダメダメ。どう、あいつ食らうんじゃない。よしよし、食らってるけどそうでもないな。あいつ、ちょ動くなって。みんな動くなって。動くなよ。これはこうか、この案件か。ちょっと待って、あ、間違えた。ごめん、みんなごめん、逃げて。みんな逃げて、間違えちゃった。やるやつ。何、ズームイン。ズームイン、あなたの頭にズームイン。ズームイン朝、ズームイン昼、ズームイン夕方。これズームイン夕方、ズームイン夕方。あいつ嫌なんだよな。あいつ無理だよね。よしよし、やった。3発しかない。どうしよう。ちょっと弾ください。弾シールドじゃない。よしで、一旦ここ隠れて。弾あったな今。よし、至近距離じゃないこれ。至近距離。あ、弾込めの人逃がさんよ。今なんかステップ踏んだな、あいつ。ステップバイステップ。よし、いいエムしてる。マサルコ、EM です。よしよし、いいんじゃない。よしよし、たまくれ。間違えた、戦闘モードしちゃった。あー、どっちがいい。あー、 AK、 うーん、何回武器変えるねんって思われた。あ、大丈夫かな。カット立ち来れてる。階段きついだろう、来れるかね。
よし、こっちで、こっちはこっちで。あ、いい、いたのね、いたのね、どこどこ、あ、向こう側か、向こう岸、向こう岸。よし、あ、いいエイムしてる、いいエイムしてる。よし、ほんで、ほんでここからか、ここから行く感じ、ここから行く感じだが、うー、来てるやん、来てるやん、来てるやん。邪魔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 。あ、足元、あ、ちょ、殺した、もうこう、この人もこう続きして、続きしといて、でもう一人、あ、もう一人やってくれた、やってくれたんだったら行くぞ。お、いいね。あ、ちょっとと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 、さあ、そう、先手さ、先手先をしそんじる、しそんぬ、しそ、しそ、ちょっと、なにす、なに今の時間、何今の、今の変な時間、変な時間あった、変な時間あった。ちょ、近い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 よ。もうスンって行かないでくれる？僕が先導するから。ダメだ、あの人たちどんどん行くな。いいんか、大丈夫か。弾拾って、で、こういうとこになんかあんでしょ、こういうとこに、こういうとこに宝物が、宝物があったりなかったり。せーの、ラジバンダリー、はい、行きます。どいてどいて、早いな、クロエ。 AK 持てってこと？あ、なんか強そう、これ。あ、でも、まあ、いっか、強そうな、強そうだからこれにしよう。早くここから抜け出すんだ。これ強そう。よし、最後、もうちょっとだ。もうちょっと、本当？お、見える。映画パートだな。バスに乗ろう。よし。人目を避けるにはぴったり。おはよう。お金を払って見る価値ないかもよ。頑張れ。1、2の、よし、いいぞ。大丈夫、いいか、ここへ座れ。よし、俺が運転する。見てやってくれ。ねえ、奴ら来るわよ。サリー、早く出してくれ。奴ら参ったぞ。よし、適当な場所でバスを乗り捨てよ。だな。大丈夫か？最高の気分。危なかったわよね。彼なら心配ない。そうじゃない、この全てがよ。ここまででいいじゃない。もう諦めて。ダメだダメだね、諦めちゃいけない。奴らに勝たせるってんなら俺は一生お前を許してやんねえからな。心配すんなって、俺は絶対に負けやしない。何言ってるの？何を証明したいわけ？証明とかの問題じゃない。そう。で、次の作戦は？ああ、イエメンに向かおうかな。どうだ、乗るか。当たり前だろ。どうしたら手っ取り早く行けるかな。誰かさんに連絡したらどうだ？誰？ダメだよ。絶対ダメだ。他にいい方法があるなら何だって聞くぞ。例えば、いや、分かった。連絡しろよ。海外特派員エレナ・フィッシャーちゃん。こんにちは、サリー。元気にやってるか？あ、ごめん、この国じゃそういうのダメなの。まあ、そうか。二人は手でもつなげば。やだ。元気そうだな、エレナ。え、元気よ。本当久しぶりだ。本当はこれを渡したくないんだけど、この許可証があれば検問で止められることはない。よし、最高だ。荷物に変なもの入ってないでしょうね。当然さ。ああ。危ないのはこれからよね。いい？二人は今からジャーナリスト。見苦しい態度は絶対やめてよね。聞いたか、サリー。おい、お前のことだろ。それで今度は何をお探しなの？ちょっとした歴史のお勉強だ。嘘よ、そんなにワクワクしてるのに。嘘じゃない。また呪われた宝？いいよ。地獄の大魔王とかは？いいえ。
本当に相変わらずね。何が？バレバレよ。おい、今そう話すんだ。車はどこだ？あ、そこよ。じゃあ先に荷物運んどくぞ。ネイト、まだしてるんだ。そうね、独身だと不便なの。え、マジ？やめてくれる？何うぬぼれてんのよ。あなただってしてるでしょ。え？ああ、まあ。今回もそういうことでしょ。君にはわからない。やっと証明できたんだ。ドレイク教が通ったルートは嘘だった。400年前、彼はここにいたんだ。なんでなの？それを確かめるんだ。じゃなくて、なんでそんなに執着するの？心配なのよ。自分の面倒ぐらい自分で見れるさ。あなたのことじゃない。サリーのことか。地の果てまであなたについてっちゃうわね。無理はさせちゃダメよ。おい、なんだそれ。それどういう意味なんだよ。行くぞ。町の外れでサクッと下ろしちゃってくれ。何言ってんの。二人の責任は私が持つ。絶対目離さないから。もう急に戻ったの？ていうか、ちょっとエレナとイチャイチャしてたじゃん、今。あれ、エレナとイチャイチャ。ここイエメンに着いたけど、ちょっとこっちも見ていい？イエメンのこっち、イエメンの裏側をちょっと見ていい？いやー、エレナとは、だからあれだよね。ネイトがやっぱこう冒険家というかさ、ドレイク教？まあ自分の先祖か。自分の先祖の辿った道をさ、こうやってずっとやり、探し続けちゃってるから、一緒になんか暮らして、みたいなことを、そういう普通の幸せなあれが遅れないんだな。ごめんな、お待たせ。今日の手がかりをつかみたいなら、古い町を調べた方がいいわ。ここはニュータウン？関係があるのよ。ここは少なくとも3000年前からあった。よし、案内してくれ。3000年前からあった場所なんだ、ここは。ここはとりあえずは安全な場所ではあるんだね。あそこに塔が立ってる。どこ？あれが古代都市の始まりね。ほうほう。手がかりを探しに行きましょう。はい、手がかりを探しに行く。だからここにドレイク教はここにいた、400年前に。そう、なぜここにいたかってことよね。サラーム。サラーム。でも僕にもサラームください。サラーム。何これ、石やん。これ石、これ平たい石でしょ。これあれでしょ、瓦でうまいこと投げるとピョンピョンピョンってなるやつでしょ。でこれリンゴでしょ。ああ、これ気持ち悪い。気持ち悪いって言っちゃいけないね。用なし。これ用なしでしょ。あ、ごめん、ちょっと段ボール切っちゃった、ごめんね。あ、こっちは何、何これ、何これ、肉の塊、何これ。玉ねぎの酢漬けみたいなやつ。違う、そんなもんないか。ごめんね。あ、二人は？じゃ早いって、観光させてよ、ちょっと。さて、ここからはお行儀よくしてちょうだい。ずっとしてるけど。もうふざけないで、パトロールがそこら中にいるんだから、二人とも変に疑われないようにしてよね。はいよ。はいよ、任しといて。いつも通り抜けるわよ。はい。なんでそんなに厳重なの？見回りが。あ、なんか銃禁止ですみたいなあるけど。ノーウェポンズ。ノーウェポン。ウェポン持ってないよね。何ここ、こう占いしてくれそう。ねえ、すいません、今日のおくろ運勢をララってください。あ、ごめんなさい、切っちゃいました。ちょっとごめんなさい。あー、ちょっと直してあげたい、直してあげたいけど、ちょっと直してあげたいけども、ちょっと直せないな、直せない、直せなかった、ごめんなさい。ちょ、蚊が飛んでんのかな。サラーム。そんなところに座って何やってんですか。商売してください。仕事して、仕事。同じものしか言ってない。ちょっとサラーム、サラームだよね、挨拶。なんでこの人たち僕が見えてない風にすんの。あ、またここにも石打ってる。あ、いるな、警官みたいな。
どうやら道を封鎖してるようね。私が行ってくる。二人はここにいて。なあ、サマフーニ、まだはめてるな。ヘルネスティ、その方が都合いいからはめてんだってさ。どういう意味だ。し、さね。で、ダメだった。通してはくれないみたい。じゃあこっちに行きましょう。他の道知ってるから。指輪のこと、指輪のことでしょ。まだしてるって。まだ両思いなんでしょ。ねえ、どうせ多分ね、後悔チューするよね。そう思うよね、おじさん。ねえ、おじさん、おじさん、スカート履いてる。ちょっと何、何ナンパしてんのか。お前ナンパしてるぞ、こいつ。こいつナンパしてるぞ。仕事しないで。で、なんでそんな厳重になってんの。何か問題あり。何ですか。僕は濃いですか。僕は濃いから。え、クソ閉まってる。なんだ、ごめんごめん、ちょっとついていってない、ついていけてない、まだ。エズマハリミンファドリックエフテヘルベル。かまわんかまわんって言ってたね。かまわんかまわん。どうもね。君と一緒でよかった。よしてよね。君と一緒でよかった。一生上よ上よ。今さ、サファリパークって言った。この上、髪の毛短いですね。短いですね。それは何ミリで、何ミリでいつも買ってもらってますか。 QB ですか。言ってるところは1000円カットですか。1000円カットって今でも1000円じゃないんです。知ってます。 QB で切ってんのかな。それともやっぱり床屋派ですか。ちゃんとした床屋派ですか。ひげ剃りもちゃんとやってくれるところに行ってますか。急に静かだな、こっち。住宅街に来たんか、これは。ほんほんほん、これ住宅街、骨董屋さん、これ。あ、ごめんなさい、ちょっとすいません、すいません、骨董屋さんです。こっちも通してくれそうにないわね。あ、なんかあります。ちょっとすいませんね。あの、ここ何屋さん、これ。すいません、すいません。あの、道がない、道がなんかね、行けないらしいんですけど、すいません。どうも。じゃあ出てこないんだったら失礼します。あ、これ上登れるんじゃない、お得意の。あ、登れない。あ、なんか変な、変、何それ、何これ。あ、挨拶する。ほら、ちょっと待って、ちょっとその要素知らない。えい、えい、二人にも挨拶、ちょっとエレナにも挨拶しよう。エレナ、えい、ゴンザブロー、えい、エレナ。何がいけないって。あ、ここもダメじゃん、ダメじゃんね、これ。えい、ダメだ、何にも無理。えい、えい、えい。これさ、無理ってことはなんかどっか僕はまた登るんでしょ、これ。あれ、登れない。どっか登るんでしょ、ここらから多分。うん、ここか、ここじゃない、これ。登るんじゃない、これ絶対登るよね。あ、やっぱな、上に行くぞ。これまた見つかったらもうやばいんじゃない、こんなことして。あ、お水が出てる。ついてこい、へいへい、ついてこい、ついてきてる。あ、ついてきてる。お、ついてきてないよ、ちょっと。あ、ついてきてる、来てんの、来てんのか。まあ、いっか、行くか。ほんで、どんどん上に行っていいのかな。二人ついてきてないけど大丈夫。二人大丈夫か。あ、来てる、ちょっと待とう。ネイトってさ、意外にさ、あれなんだよね、顎しゃくれてるって知ってた。えい、はい、どうも。へい、お疲れ。へい、お疲れ。へい、エレナ、お疲れ。へい、お疲れ。お前指輪してんだって、まだ。へい、お疲れ。あれよ、ゴンザブロ。あ、来て来て来た来た来た、おいでおいで、来れる、よしよし。へい、お疲れ。イエイ、へい、ゴンザブロ。へい、
へい、お疲れい。へい、お疲れい。ほんで、これでも、もうこれ不法侵入でしょ。これ言ってる大丈夫、これ不完全なのに入っちゃまずいんじゃない。まずいよね。ただの近道。マジ？荒らさなきゃいいのさ。まあまあ通らしてもらうだけならっていうとこあるけどさ、これ上から行く感じか。上登って、あ、こっちか。日が差し込む方に行った方がいいか。これ外出れないよね。これね、出れはしないけど、まあどんどん上に。よし行くぞ。よし行くぞ。合ってたらしい。こっちでこう行って、こう行って、あ、ここ上か。すごい高台来たな。塔が見えた。あの塔だよね、さっき言ってたの。ドレッキョがいるかもしれない塔。もういい街並み。ほら、あの建物、ドレッキョが生きていた時代の何百年も前から建っているはずよ。そうか、なるほど。あ、おい、ネイト。うん。タルボットだ。誰？カッターのノートを。何？待って、それチャーリーカッターの話？時間がない。サリーが説明する。おい、待てよ。下でお茶を。ね。はい、バレました。ということで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。タルボット、なんだっけ、タルボット。がいる、来てるということは、あいつらもうやっぱここを嗅ぎつけてしまったということだね。じゃあご視聴ありがとうございます。これでエレナにもバレちゃったね、目的がやっぱりそういうことだったということがね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。なんでなんか歌流れてる。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を